バレてるバレてる。あの動画の後に流れるのが撮ってんなってバレてる。選手交代です。そうです。どうも、しとびです。ともきです。メイク動画の番外編ですね。番外編ですね。今日は一瞬で一瞬でともきみたいなメイクができるみたいな。目玉つはできん。次はスタジオとか一回全部一回置いて、置いて、あの動画の流れは一回置いておきます。で今日は番外編、実際これで教えたいと思う。正直じゃあ何やらのメイクなんだをやりますよ。はい、お願いします。今日は 1,2,3,4,5 5個のアイテムしか使わないですもん。5アイテム5アイテム、まず、これ豆乳イソフラボン。聞いたことある。これなんか言われて有名です。なんか SNS とかでめちゃくちゃバズってて、どん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 、これでなんかこの1本で1役、ん6役を超えるんですよ。すごい。顔を描いてください。ドド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 って。まあ普通にスキンケアと軽いライトメイクぐらいだったらできますよっていう感じの。なんか出すとこんな爪ぐらい。いくつ目ですかね。親指の爪ぐらい。親指の爪ぐらい。割となんか多めに出しちゃって、こうつけていく段階で、あ、なんかもうちょっといるかなって思って。そうですね。なんか結構多くつけちゃうと、なんかそれだけでこう、なんかしてんなあかんって言って。これ結構ナチュラルに。年によってできたシミや細かすシワを消してほしい。まあ、若干やっぱカバー力高いとそれってでめっちゃ浮くよね。隠してますね、あの、うん、それすごい嫌なので私です。あとこうメイクスポンジとか、なんかめちゃくちゃあのカバーされるかって言われたらちょっと怪しいところあるんですけど、彼のトーン上がるくらい。そうです、トーン上げて、まあ、若干まあ肌綺麗ですねみたいな感じを見せてくれるのと、あとあの結構この時期乾燥する暖房とかで乾燥したら肌カッサーになってます。どうしようカッサー。あ、カッサータですか。これこんなけども小麦芋みたいになるよね。干し芋みたいな。おお、本当だ。若干綺麗、若干綺麗になる。今日はメイク落としは使った方がいいんですか。これ実は石鹸で落ちるんです。うわ、強っ。そうなんですよ、これ。そう、石鹸で落ちるんですよ。だからいいね、楽ちん。なんかそれが面倒くさくてメイクしないっていうのがあるわけ。ありますよね、なんかオイルです。服あるじゃん。あ、レンズのオイル。そうそうそう。なんじゃねんっすね。なんやねんって。変わってかんか。で、これ今、軽く。ベースが整った感じですね。整いました。で次アイメイクですね。この前の動画出たあれテイトのなんちゃらかんちゃらダブルラインエキスパートみたいな。ダブルラインエキスパートで例のごとくまず涙袋を入れていきます。あ、眉毛長いです。まつげか。あ、そうですそうです。まあこれはこの前の動画でも話したので、ちょっと軽く。で、ちょっと次行きたいなと。はい。で、次、アイシャドウ。これも前に言いましたね。アイシャドウはやった気がする。このケイトの3色のパレットの。全部一緒です。あ、最初あの変えまして、あ、先変えたの。先変えまして、一番あの薄い色をまずこの下のこのさっきこの描いた線とこのお目目の間をこうちょっと、ってやって、ここに影を作るわけですよ。これやるとより涙袋が強調され、でこの3色あるんですけど、くっきり上のアイシャドウを見せたい時とかは上と真ん中混ぜてナチュラルに、ちょっと汚くて申し訳ないんですけど、このくっきり見せたい人はこの上の2つで、ナチュラルにしたい人はこの下の2つを混ぜてこう上にシュッ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 ってやると良いので、まあ若干今日はちょっとさ分かりやすく上の2つを混ぜましょうかな。で真ん中から
置いていくんですけど、ちょこっと自分のお目目より若干ではみ出るかなぐらいのところまで描いてあげたらグラデーションになるようにして、こっち濃いめでどんどん薄くフェードアウトしてくるくらいな感じですかね。うん、目尻に向かってフェードアウトしてるってことか。そうです、お尻に向かってフェードアウト。トムって、うん、僕の笑い方、うん、今僕います。いたね、向こうに。誰ミキアちゃん。で、今日は時短なので眉毛はもうこれ一本。あ、出た、安定の。私脱してるからなんですよ。そうなんですよね、逆に今日黒使ってみようかな。何の逆に、なんかこうちょっと顔をより立体的に見せようかな。結構つくんだね。結構ちゃんとつきますね。こう見るとちゃんと意味あるなと思う。確かに、なんかそれ意味あるんですかみたいな感じで言われますけど、意外と言ってもいいとか思ってきたから、ね、私は人間だから。いやでも分かりますね。おお、いいですね、いい感じだね。え、なんか黒いのいいですね。うん、まあ、上黒だからね。あ、確かにですね。ちょうどこれで村松さんが上もこの毛先の明るさだったら、多分もうちょっとナチュラルなブラウンの方がいいところですか。です。反対。この辺はあの同じ工程をしていきます。みんな早く査得するよね。トムで行ってメイク朝どんくらいで残ったの。でもそれこそさっき10分なんか遊ぶ時とか15分。なんで営業の時はそのチェーンみたいな。いやで次は話の区切り方か。そう、よかったスパーンって、で、よくこれファンデーションとかアイシャドウとかやりますって言うんですけど、リップしない人結構いるんですよ。リップしないと本当に血色悪くなるんで、した方がいい。リップしたらゾンビみたいな。ちょうどこれが編集者なんかこの前くれたのかな。あ、くれたんだ。そうです、グロスみたいな。へー、まあでも若干こうちょっとツヤ系の、これはリップグロスなんで。どうすればいいの、これ塗られるときは。塗られるときはもう何も考えずにこうそのままプチュッと。で、まあ、じゃあ、上を使ってさ、真ん中ら辺に、上と下の真ん中ら辺に、こう、うんにゃうんにゃしてさ、こう、なじませてあげると、多少、足りなかったさ。これってさ、飲み込んでもいいの。一応化粧品とかって割と食べてもっていうか口に入っても大丈夫ね。ちょっと近くでご飯に食べちゃうと。あの後輩のご飯に化粧品混ぜてみる。怖っ。どこへ行くぞ。ちょっとはい。おお、変わるね。変わりません。本当にリップと眉毛、はい、女の子リップと眉毛だけでもだいぶ変わるんじゃないかっていう。これはビフォーの。トントンって。だいぶ変わって。めちゃくちゃいいですよ。え、正直本当に。めちゃくちゃ大石さんなんです。失礼しました。本当に28歳なんです。本当に28歳。なんだよ。変わっ。これでよくない？あれいらんかったんや、あの基礎。むしろ。これを覚えてくれればもう。これさえやっとけば。とりあえずは。大丈夫です。ダメ。はい。え、どうですか？こんな感じ。めちゃくちゃ可愛くないですか？どうですか？ナチュラル。しかも化粧してるからそんなない。あんまないね。です。これでするんだ。いいですね。肌が生きてきてないって言ってる。まあ、それしゃあないです。慣れだね。それ。慣れです。慣れです。もう。でもなんか全然違う気がする。いやー、いいですね。はい。
はい、こんな感じで朝のメンズ時短メイク、あのもうあれ打ち切りでいい、あれあの企画一旦打ち切りでいい、これでよくないかって感じ、ね、とりあえずこれさえやっときゃ大丈夫みたいな感じ、うん、次回公平、次回僕バージョンの時短メイクで、今度は公平のメイクをしてもらおうかなって思いますんで、多分闇落ちるよね、闇落ちますね、はい、僕はもうこれナチュラル、ナチュラルだね、公平はもう闇落ちる、ブラッキーですから、確かにいい公平だ、ここに睡眠中で はい、って感じで、感じで、まあ、2本立て豪華2本立て、今年の目標 YouTube 頑張ります、今年の目標も SNS で頑張りますので、また次回チャンネル登録と高評価とよかったらシェア、シェアお願いします、ではじゃあね。